サンタマリアノベッダ教会サンタ、マリアノベッダ教会は、イタリアのフィレンツェで最も重要な教会の一つである。1219年、フラジョバンに出されるのに導かれた12人のドメニコ会、修道士がボローニャからフィレンツェへやってきた。1221年、彼らは、小さなサンタマリアデッテビーニエ教会を入手した。当時この地は、死壁の外に位置しており、 教会の名が意味する通り、この地域は工作地だった。1049年、もしくは別の資料によれば1094年に、性別された、この小さな教会は元来、大聖堂三次会員の所有であった。1242年、フィレンツェのドメニコ会共同体は新しくより大きな建物へと教会を改築することを決定し、1246年には、改修工事に、 経済的援助をした者に対し職有する許可を教皇から獲得した。1279年10月18日、セール家の祝祭日にゴンディケ礼拝堂において祖籍を祝儀式が行われ、ラティーノ・マラブランカ・オルシーに数ー教が性別した。新しい教会は南側にファサードを持つ構造となった。建設は14世紀半ばに完了した。建築計画には、 資料によって記録が大幅に異なるが、二人のドメニコ会し、フラシストダ・フィレンツェとフラ・リストロダ・カンピが携わり、建設自体にはフラやコポ・パスサバンティも参加した。他方、教会建設の後に実施された首労と修道院の、建設はフラやコポ・タレンティに返される。教会建設自体は14世紀半ばに完了した、ものの1420年になって、ようやく正式に、 教皇マルティヌス五世により性別された。ルチェ・ライ家の移植により、レオン・バッティスタ・アル・ベルティは、大きな中央扉、エンタブラチュア、ファサード上部の衣装を考案し、白色と緑色の大遺跡に飾られた美しい、ファサードは1470年に完成した。1565年から1571年に、開催されたトレント公開以降、教会は、 ジョルジョバザーリの指揮下で改装され、聖火堆積の囲いが外され、側廊を飾る祭壇画が改められた。1575年から1577年までに、ジョバンニ・アントニオ・ドシオ・によりガッティ・ケレイハイが建設された。1858年から1860年にかけて、さらなる改装が建築家、エンリコロモリによりなされた。2000年の青年に向けて、 1999年には重要な改修工事がなされ、さらに2006年4月から2008年3月にかけてファサードの修復が行われた。2001年3月からは入場料が課されている。サンタマリア・ノベラ協会の大理石ファサードは、ルネサンス以前に建設が開始され、ようやく1920年に完成したとはいえ、フィレンツェルネサンス期の最も重要な建築作品の 一つに数えられる。着工は1350年頃2年前に没した、トゥリーノ・デル・バルデーゼなる人物の遺産のおかげで、ファサード株が白色と緑色の大理石により、化粧されたことに遡る。上部の丸窓は1367年に開けられた。改修工事は中断されていたが、1439年から、サンタマリア・ノベッラ修道院にて開催された。 フィレンツェ公会議において、ファサードを完成する策を講じる、必要性が強調された。それから20年後、裕福な商人ジョバンニ・リパオロル・ジェライが、建築カレオン・バッティスター・アルベルティに、ファサード計画を移植したのである。1458年から1478年、ファサードの残りの部分が、色大理石に覆われた。ジョーブ・アーキトレイブには、 ジョバンニルチェンライの名と完成時期1470年を表すラテン語名文が次のように刻まれている。ヨハ・ネ E エス・リセラー・イアス・パブ、F1SAL、MCCCCLXX。エンタブラチュアにはジョバンニルチェンライの紋章である風に膨らんだほと、ロープが含まれている。この紋章は、ルチェライ家の宮殿、同家のロジャ、さらには旧産。 パンクラツェオ教会の昇進殿にも見られる。ファサードの仮想は14世紀の色大理石を用いた幾何学的デザインで一見バッティスティロやサンミニアートあるモンテ制堂に見られるようなフィレンツェの古典的ロマネスク的な様式を想起させるが、先の尖った両脇の入り口部分と隣の墓地の壁へと連続する戦闘アーチとボーアーケードはゴシックのエレメントである。 ファサード上層は、ルチェ・ライ家のために、レオン・バッティスター・アルベルティが設計したもので、ゴシックのエレメントを利用しつつ、仮想と一体化した古典的傑作である。四つのフ柱を用いて、ファサード上層を分折し、その上に中央に太陽が描かれたティンパヌムを乗せたことで、仮想の半円アーチを、コリント式のフ柱が支える中央入り口部分と、共に、 ルネサンス建築の完成形を示すものとなった。ファサードには、1572年に、ドメニコ会修道士で、天文学者のエニツヨダンティが取り付けた、右側のグノモンと左側のアーミラリー天球という二つの科学的装置がある。サンタマリアノベッラ教会は、フィレンツェにおいて、ゴシック様式が適用された最初の建築物であり、特に、 死闘会のゴシック建築の典型的特徴が見られる。とはいえ、新しい建築様式は独自に解釈され、その後の宗教建築に大きな影響を与えた。全長99、20メートル、幅23、20メートルからなり、浴廊は最大で61、54メートルに達する。T1 型の建築平面は三振動に分かれている。柱は、 アーチとクロスボールとを支えるが、6つの柱間は、祭壇に近づくにつれ15メートル余りから11.5メートルほどまで、幅が狭くなるよう配置されていて、錯覚により実際よりも聖堂が大きく見えるよう、計算されている。大きな障壁が聖職者だけが立ち入ることができる、聖堂内人と信者が入ることのできた振動との間を分けていたが、トスカーナ大公孤児も一世の命により、 ジョルジョバザーリの指揮下で1565年から1571年に実施された改装中にこの仕切りは外された。12年の歳月をかけて修復されたジョットのキリスト卓形は1421年まで設置されていたと考えられる中央振動の細胞、地上45メートルの高さに2001年に設置された。14世紀から15世紀にかけて制作された。 ステンドグラスのうち、重要な作例は聖母子もしくは聖ヨハネと聖ピリポである。両作品ともに、フィリピーノリッピの衣装により制作され、ストロッチ家礼拝堂を飾っている。また、ファサードを飾る聖母体感と踊る天使たちを表すバラ窓と、預言者たちを表す楽は、アンドレア・ディ・ボナイウティの衣装で1365年から1367年に制作されたものである。 左側楼の祭壇右側楼の祭壇横楼には中央振動の幅とほぼ同寸の幅を持つ大きな主礼拝堂が中央に配され、左右にはその半分ほどの大きさの二つの礼拝堂が各々、配されている。さらに左右側面には二つの礼拝堂があり、左の礼拝堂は西御室に右の礼拝堂はデッラプーラ礼拝堂に接続している。 欲老の礼拝堂主礼拝堂トルナブーニケの礼拝堂とも呼ばれる主礼拝堂はサンタマリアノベッタ聖堂の中央大祭壇の背後に位置している中央の十字架卓形はジャンボローニャによるブロンズ彫刻である内陣にはドメニコ・ギルランダイオによる極めて貴重なフレスコが連作が残されておりギルランダイオの工房にいた若きミケランジェロ・ブナローティも制作に携わったと 考えられている。左右の壁面には聖母、マリアの生涯と聖ヨハネの生涯が15世紀当時のフィレンツェの見出し並みをした実在の人物像で表されている。後方壁面には異教の本を葬る聖ドメニコ、聖ピエロの殉教、渋滞告知、砂漠の聖ヨハネが表されている。急流天井には4人の福音記者の姿がある。多色ステンドグラスは ギルランダ用の衣装に基づいて、アレッサンドロ・アゴランティにより1492年に制作された。右の礼拝堂1フィリッポ・ストロッチの礼拝堂は、主礼拝堂の右隣に位置し、首都聖ピリッポの生涯と福音記者、ヨハネの生涯を主題とする画家フィリッピーの立ピの手になる素晴らしいフレスコが連作に飾られている。右壁面にはヒエラポリスの神殿からドラゴンを、 追い出す聖ピリポ、半月型装飾には聖ピリポの十字形形が表されている。左壁面にはドルシアナを蘇生される、福音記者、ヨハネと福音記者、ヨハネの殉教、半月型装飾にはアダム、ノエ、アブラハム、ヤコブが描かれている。祭壇の後ろには、ベネデット・ダ・マイアーノによるフィリッポ・ストロッチの防病が置かれている。右の礼拝堂に続く礼拝堂は、 バルディケの礼拝堂であり、大将グレゴリウスに捧げられている。祭壇側、ジョルジョバザーリサクロザリオの聖母である。右の礼拝堂三右側面に位置する礼拝堂は、ルチェ・ライ家の礼拝堂であり、造営は14世紀に遡る。かつて、この場所には、現在ウフィッツィ美術館に展示されている、ドッチョ・ディブ・オニン・セイニャのルチェ・ライ家の聖母が、設置されていた。 左の礼拝堂、一種礼拝堂の左隣に位置するのは建築家、ジュリアーノ・ダ・サンガロの遺装になるコンディケ、礼拝堂である。ここには大聖堂の丸屋根を建設したことで、名高い建築家、フィリッポ・ブルネレスキによる唯一現存する木彫作品であるキリスト卓系が設置されている。バザーリの伝えるところでは、ブルネレスキはドナテロの キリスト卓系に対抗してこの作品を制作したのだという。左の礼拝堂に続く礼拝堂は、ミケランジェロの弟子、建築家、ジョバンニ・アントニオ・ドシオの設計によるガッティケ礼拝堂である1570から1577年。当時ローマで用いられていた建築様式である大理石と純奇石を組み合わせたフィレンツェで最初の礼拝堂として、 同時代人から称賛された。ここには、ブロンズイーノとその弟子アレッサンドロ・アロールによる絵画作品とフレスコ画が見られる。左の礼拝堂三冊側面に位置するジェッライ家の礼拝堂と体をなすのは、マントバノストロッチ家の礼拝堂である。フレスコが装飾は1350年から1357年に遡る。教会には、 中道院と三つの大きな回廊が隣接している。緑の回廊、スペイン人大礼拝堂、食堂は共産タマリアノベッラ美術館の一部として一般に公開されている。緑の回廊は1350年以降にフラ・ヤコポ、タレンティにより建設され、画家、パオロ・ウッチェロにより15世紀前半にフレスコ画で装飾された。緑の回廊の北側に位置する スペイン人大礼拝堂も同じくフライアコポタレンティにより建設され1367年から1369年にかけてアンドレア・ボナユティによりフレスコ画で装飾された。旧食堂は現在美術館として教会にゆかりのある美術品が多数展示されている。2012年以降一般に公開されている。ありがとうございます。